私たちの教会は우리교회が今月からですね이번달부터この場所に移っていい장소로옮겼습니다でまた新しい心を持って새로운마음으로主を礼拝する恵みに預かっていることを本当感謝したいと思います。主に예배할수있는은혜허락되었음을감사합니다。このような素晴らしい場所を備え与えてくださった主にもう一度感謝したいと思います。이런아름다운장소로준비하신우리에게인도해주신주님께진심으로감사합니다。でこの場所では今日3度目の礼拝です。오늘이곳에서세번째예배입니다。今日が私にとって第1回目です。하지만저에게있어서는오늘이첫번째말씀을전하는기회가허락되었습니다。新しい場所を移ってから神様1回もメッセージさせてくださらない。새로운장소로옮겨온후부터저에게한번도말씀을전하는기회를주지않으셨습니다。まあ、ユン先生、イズミ先生が来てくださって本当に私たちの教会に新しい風を吹かしてくださったんです。ユン牧師がイズミ牧師を通して우리교회에새로운바람을불어주셨습니다。新しい場所に移ったということによって새로운장소로옮겼다는것으로인해私たちの教会は우리교회가ただ単に新しい場所に移りました。그냥단순하게새로운장소로옮겼습니다。礼拝する場所が変わりました。예배장소가바뀌었습니다。もうただ単にそういうことではなくて그냥단순하게그런내용이아니라私たちの信仰にも新しい風を吹かしてくださったことを感謝する우리의믿음에도새로운바람을불어주셨음을감사합니다。場所が変わっただけではなくて장소가바뀐것뿐아니라私たちが信仰者として우리가믿음의사람으로正しい信仰の道をさらに歩むことができますように바른길로바른믿음의길로더나아갈수있도록信仰者として生きるということが本当にどういうことであるのかということを考える機会として神様が与えてください。믿음의사람이어떻게나아가야되는지그것을다시한번생각할수있는기회로허락해주셨으면좋겠습니다。信仰も新しくされたと信じます。믿음또한새로워졌음을믿습니다。この過去の2回の礼拝を通して私たちがさらに新しくされたと信じます。우리과거의두번예배를통해서더욱우리가새로워졌음을믿습니다。で今日私がお話ししたいことは何かというと、오늘우리가함께나누고싶은것은それは神様が持っておられる私たちの教会に対する計画です。神様が私たちの教会に何をすることを願っておられるのか、それを私たちがこの神様の与えてくださったこの恵みの機会にもう一度考えたいと願います。人それぞれには賜物が与えられています。みんなが同じ賜物ではないです。また神様は一人一人に使命を与えています。その使命はみんなが同じ使命ではないです。それと同じように教会にも교회それぞれの教会に与えられている使命がある。각자의교회에허락된그사명이있습니다。それぞれの教会に与えられている賜物がある。각자의교회에허락된그은사도있습니다。それはそれぞれの教会がみんな違うものであるという。그것은각자의교회가다다르다는것입니다。すべての人が顔が違うように、모든이들이얼굴이다르듯、性格も違うように、성격이다르듯、また持っている価値観が違うように、우리가지고있는가치관이다르듯、私たちの教会には、우리교회에는、私たちの教会でなければできないというそのような使命、賜物、役割があるということです。우리교회가많이가지고있는그사명과역할이허락되어있다는것입니다。私たちの教会は우리교회는、このように神様の恵みによって新しい場所に移ることができました。이렇게하나님의은혜로새로운곳을옮겼습니다。また新しい場所に移ってから主の愛する器たちが送られてきて祝福の御言葉が宣言されました。そのことを通して本当に私たちの教会がもう一度与えられている役割使命を整理したいんです。허락된그역할사명을정리하고싶습니다。そのようなことをこの1週間ずっと私に神様が思いを与えてくださって祈りながら準備していました。그마음을하나님께서계속해서저에게주시면서기도하면서그것을정리했습니다。そこで今日から거기에서오늘부터しばらく잠시동안何週間かかるか分かりません。몇주에걸쳐서이어질지모르지만神様が私たちの教会に対して与えてくださっている思いというものをしばらくの何週間かけて分かち合っていきたいと思います。神様が우리교회를향해서허락하신그마음을몇주에걸쳐서함께나누고싶습니다。特に何か新しいことが始まることではないです。特別に새로운것이있어야된다라는것은아닙니다。私たちの教会は今日が11歳の誕生日です。教会は오늘이11살의생일입니다。今までの11年があって今がある。이때까지11년이있었기에오늘이있습니다。
新しい場所に移ったから、だから全てが新しくなるということではなくて、今まで歩んできた11年間の歩みも含めてこの教会に与えられている使命を考えている。共に御言葉を分かち合っていきたい。今日の御言葉を分かち合いたい。さらに私たちは本当に心を一つにして、思いを一つにして、神様によって与えられる使命に忠実に歩んでいくことができたいと願っています。じゃあ私たちの教会に与えられている使命、この地に建てられている目的、이땅에세워진목적何でしょう。私무엇입니까。第一番目に、첫번째는礼拝です。예배입니다。私たちの教会は우리교회는礼拝する教会です。예배하는교회입니다。아멘。礼拝するということを大切にする教会です。예배하는것을중요시하는교회입니다。真の礼拝とは何であるのか。참된예배가무엇인가。神様が本当に喜んで受け取ってくださる礼拝がどんな礼拝だ。하나님께서정말로기쁘게받으시는예배가무엇인가。それを今まで11年間ずっと熱心に追い求めてきた教会です。그것을11년간계속해서구하며나왔던교회입니다。礼拝を通して예배를통해서救いの思い、구원이일어나요。礼拝を通して癒しの思い、예배를통해서치유의思い。礼拝を通して人々がさらに深く主と出会うことができる。礼拝を通して真実な悔い改めが起こっている。礼拝を通して完全に新しい人と変えられるというそんな礼拝です。そんな礼拝です。天の御国がどんな場所であるのか、それを少しでも良いから体験することができる礼拝、私たちが集まって主の宮によって礼拝を始めるときに、この場所に天の御国の祝福が解き放たれる礼拝、そのような礼拝が本当に捧げられる教会として用いられますよ。いや、そのような礼拝が捧げられなきゃならない教会として用いられていかなければならないと信じます。この真の礼拝という部分に関して私たちの教会が召されていると信じます。먼저참된예배이부분에있어서우리교회가부름을받고있다고생각합니다。神様の願われる真の礼拝の会、하나님께서바라시는참된예배、霊と誠による礼拝の会、신령과진정으로드리는그예배회복、ダビデの幕屋において捧げられていたあの礼拝の会、그다윗의장막에서드려졌던그예배회복、神様が聖書として明確に語っていることは、終わりの時に倒れてしまったダビデの幕屋をもう一度立て直すことだ。その意味はダビデ時代にあったその幕屋の建物外側にある部分を立て直そう、そういうことではなくて、ダイセ시대에있었던그겉모습의그다윗의장막을건물을건축하는것입니다。あのダビデの時代に、그다윗의시대、ダビデの幕屋の中で捧げられていたあの礼拝、그다윗의장막에서드려졌던그예배、あの礼拝の回復を神様が願っておられる。그예배회복을주님께서바라시는것입니다。そのために私たちの教会を召されたのです。そこで今日私たちは礼拝についてしばらく考えたいんです。聖書の御言葉を通して礼拝とは何であるか、それを確認したい。礼拝とは何であるか、それをさらに知って、さらに私たちが深い礼拝を捧げる教会として、また私たち一人々がそのような真実な礼拝者として整えられる時間として用いられる。今日礼拝について第一回目、安息日について考えます。安息日です。安息日。なぜ私たちが一週間に一回、一週で半分、この日を安息日として、이날을안식일로정하고教会に集まって교회모여서礼拝を共に捧げるということを行っているのか、함께예배를드리다가、そのことを考えます。安息日を守ることによって与えられる有益性について考えます。안식일을지킴으로허락되는그유익함을함께나누고싶습니다。今日の聖書の創世記창세기2章2章1節から3節まで、1절부터3절까지です。創世記2章
1節から3節。1節から3節。こうして天と地のその全ての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。アメン。천지와만물이다이르니라하나님이지으시는일이일곱째날에이를때에마치니그지으시는일이다음으로일곱째날에안식하십니다하나님이일곱째날을멈추사거룩하게하셨으니이는하나님이그창조하시며만드시는모든일을마치시고이날에안식하셨습니다라하나님은6日間のうちに全ての創造の技を終えられました。6日間で全ての技を終えて、今日の聖書を見れば、7日目になさっていた全ての技の完成を告げられた。일곱째날에모든것을다이루마쳐서마치셨다창조하시는것을마치셨다라고합니다나무가미들이나사ていた全ての技を休まれた그리고일곱째날에모든일을마치시고안식하셨다라고기록했습니다ここで私が注目することは여기서우리가주목하고싶은것은神様が하나님께서나무가미니休まれた일곱째날에안식하셨다라는것입니다休まれた안식하셨다나무가미니休まれた일곱째날에안식하셨습니다これが安息日です이것이바로안식일입니다安息日とはどんな日か。安息日はどんな日か。神様の休まれた日なんです。하나님께서安息하셨던날입니다。そして大切なことは、重要なことは、7日目に休まれた神様は、일곱째날에안식하셨던하나님은、神様の形として創造された私たちに対して、하나님의형상으로지음받은우리에게、神様の形として創造された私たちにも、하나님의형상을따라지음받은우리들도와、神様の休まれたこの7日目安息日を守るように命じた。하나님께서안식하신이일곱째날을지키도록우리에게말씀하셨습니다。出エジプト記、出エジプト記、20章、20章、8節から11節です。出エジプト記20章8節から11節です。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。アメン。安息日を記憶하여거룩히지키라。여세동안에힘써내모든일을행할것이나제7일은너희안하나님여호와의안식일인즉너나내아들이나내딸이나내남종이나내여종이나내육축이나내문안에유한의계기라도아무일도하지말라이는엿새동안에나여호와가하늘과땅과바다와그가운데모든것을마치만들고제7일에쉬었습니다그러므로나여호와가안식일을복되게하여그날을거룩하게하였느니라하이8節を見れば安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい安息日を記憶하여거룩히지키라라고말씀하십니다聖なる日とはどういうことですか거룩히지키라라는것은무엇입니까特別に神聖な日であるという특별하게거룩한날이라는것입니다他の月曜日から土曜日までは違う日です다른월요일부터토요일까지는다르다는것입니다特別に区別された日である특별하게구별된날이라는것입니다神様が言われることは安息日その週に一度のその安息日をそのような日として区別しなきゃ安息日그주일에한번근데그안식일을구별하라区別しなさい区별해야된다じゃあ具体的に具体的にどのように区別するの어떻게区別するの聖書に記録させる聖書に記録되어있습니다9節を見れば구절을보면6日間は働いてあなたの行うべき仕事をしなさい。しかし続けて10節を見れば、7日目は主の安息の日であるがゆえにあなた方はどんな仕事もしてはならない。너희하나님여호와의안식일즉아무일도하지말라라고말씀하십니다。7日目。主の安息日には私はどんな仕事もしてはならない。なぜならばその日は主も休まれた。그날은주님께서안식하신날입니다。
もし自分は、いや大丈夫です、休む必要ないです、もう仕事をするならば、もうその人は傲慢という罪を犯した。主も休まれたんです。主の形として創造された私たちもその日を性別して休まなきゃ。じゃあ私たちはその安息日に具体的に何をするの？何をして休むの？仕事してはならないと。聖書で明確に教えてくれ。新明記5章15節です。新明記5章15節。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出せたことを、連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。アメン。너는기억하라내가애굽땅에서종이되었더니너희하나님여호와가강한손과편팔로너를거기서인도하여내었느니그러므로너희하나님여호와가너를명하여안식일을지키라하느니라はい私たち安息日に何をしなきゃいけないんですか。우리가안식일을무엇을해야됩니까。ここで2つのところ여기서두가지의것을볼수있습니다。1つ目に첫번째는あなた方がエジプトで奴隷であったという事実を覚える。내가애굽땅에서종이되었던것을기억하라는것입니다。そのことを覚える日として安息日を持ちますね。그것을기억하는날로안식일삼아라지키라는것입니다。また2つ目に그리고두번째는あなたの神神様が力強い御手と述べられた腕と思ってあなた方をエジプトから連れ出されたその日のことを覚えなさい。このことを覚える日として他の日と聖別しなさい。同じように神様は私たちに語ります。安息日を聖別しなさい。どのように聖別するのか。月曜日から土曜日までと同じように生きていてはならない。6日のうちに仕事を行って7日目を安息日として聖別しなさい。何をする日として聖別するのか。エジプトとはこの世を象徴する。エゴミラメガサイタセサマテカラサンジガミサン。すなわち私たちは以前この世の欲によって奴隷となっていて、この世の欲、罪によって支配されていた存在であるということ、本当は救われることのできないどうしようもない罪人であったということを覚える日としてこの安息日を思い知らせる。また同時にそのような罪人である私たちが神様の力強い御手、恵み、祝福、力によって私たちをその罪の中から解放してくださった。このことを覚える日としてこの安息日を聖別しなさい。すなわち主の下さった偉大な恵み、イエス・キリストの十字架と復活、イエス・キリストの十字架の贖い、イエス・キリストの十字架の恵み、このことを覚えてイエス様の十字架の前で心からの感謝と賛美を捧げる日、これが安息日です。これが安息日です。アメン。これが安息日です。エペソ2章1節から6節、1節と6節です。エペソ2章エペソ2章1節から6節、1절부터6절입니다。あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に行き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえ、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。너희의허물과죄를죽었던너희를살리셨도다그때너희가그가운데서행하여이세상풍속을쫓고공중의권세잡은자를따랐으니곧지금불순종의아들들가운데서역사하는영이라전에는우리도다그가운데서우리의육체의욕심을따라지내며육체와마음의원하는것을하여다른이들과같이본질상진노의자녀였더니긍휼의풍성하신하나님이우리를사랑하신그큰사랑을인하여허물로죽은우리를그리스도와함께살리셨고너희가은혜로구원을얻을것이라또함께일어나일으키사그리스도예수안에서함께하늘에앉으시니마다모시도스똥가시니에베소1장7절에베소서1장7절입니다この方にあって私たちはその血による贖い罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。アメン。우리가그리스도안에서그의은혜의풍성함을따라그의피로말미암아구속곧제사함을받았으니안속은이시도何を行う気ですか。안식일을무엇을행하는날입니까。主が私たちに与えてくださった恵みを覚える。주님께서우리에게허락하신그은혜를기억하는날입니다。そのイエス・キリストの死による贖いを覚える。예수님의그피로말미암아얻은그구속을기억하는날입니다。無条件で罪が許されたことを覚える。無条件적으로그제사함이허락되었던그제사함을받았던것을기억하는날입니다。そのイエス・キリストの十字架の恵みを覚えて心からの感謝と賛美を捧げる。예수님의그십자가그은혜를기뻐하며기억하며감사와찬양을드리는날입니다。すなわち안속日何をしますか。바로안식일은무엇을해야합니까。礼拝しなきゃ。예배해야되는것입니다。예배私たちは6日間働いて7日目には全てやるべき仕事を終えて主だけに向かって礼拝しなきゃいけない。6日間모든일을열심히행하되7일째는주님께생하신모든것을기억하며감사하며예배합니다。この安息日は安息日他の人は違って다른날과다른게私と神様との나와하나님과의一対一の深い交わりを行う日として宣言しなきゃ。1대1의깊은관계를이루는날로구별해야된다。私たちどうでしょう。우리들은무슨어떻습니까。主の語られる通りに주님께서말씀하시는대로御言葉が教えているように말씀이가르치는대로安息日を大切にして우리가안식일을기억하였습니까。今日が安息日であるということをしっかり心に留めて오늘이안식일임을우리가마음에새겨야합니다。安息日を徹底して守るということを私たちが行うことができているのか。그리고안식일을철저하게우리가지키고있는가。出エジプト記の出エジプト記16章には16章에는骨の内容を記されています。16章에는이러한내용이기록되었습니다。神様は하나님께서는出エジプトしたイスラエルの民をアラノに導かれました。出エジプトへと그이스라엘백성을강녀로이끄십니다。アラノにイスラエルいるアラノにいるイスラエルは강녀에있는이스라엘은食べるのにも飲むのにも困ったんです。먹는것에도마시는것에도힘들었습니다。なぜならアラノがもうそういうところ。왜냐하면강녀가그러한곳이었어요。アラノとは食べるところも飲むこともできないそんな場所。강녀는마실수도먹을수도없는그런곳입니다。そこで神様は그때하나님께서는이스라엘에대해이스라엘에서매일天からパンを降らしてください。매일같이하늘에서만나를허락하셨습니다。イスラエルたちはイスラエルその日にくなれ自分が食べることができる分だけを取って家に帰ってそれを自分で家に食べたんです。먹을것을먹을것을거두어서자신의집으로가져왔습니다。ところが神様は6日目にはいつも降らせる分の2倍の分を天から降らします。하지만6일째는그들이거둔것을그갑절의것으로거두게하셨습니다。なぜならば7日目は主が休まれた日であるので、7日目主님께서안식하신날이기에요。安息の日であるので、安息일이기에7日目には天からパン降ってこないんです。7日目は満載を払ってしまいました。だから6日目に神様は7日目も食べることができるように2日分の食べ物を天から降らしたんです。그렇게6일째는그다음날에도먹을수있도록갑절로허락해주셨습니다。神たちは6日目にいつもの倍の食料を手にして、6일째는갑절의양식을가지고만나를가지고집으로돌아갔습니다。そしてそれを6日目と7日目2日分として食べていた。그리고6일과7일째양식으로먹었습니다。ところが聖書には하지만성경을본다면이스라엘民は이스라엘백성들은神様の語られる御言葉を信じることなく7日目にも外に出てってパンを取ろうとして出てきたんです。하지만그들은하나님의말씀을믿지못한채7일째도밖으로나가서그만나를기다렸습니다。
神様の御言葉を試すわけです。하나님의말씀을시험했습니다。確かに彼らは6日目に2日分食べることができる、7日目も食べることができる食料を持っているんです。6日目、7日目と食べることができる、その感謝の養殖が彼らに持っています。7日目にも食べることができる食料をすでに神様から与えている。7日目と食べることができる養殖が彼らに허락되었습니다。しかし彼らは7日目にも行って集めました。7日目と나가서거두고자겠습니다。しかし7日目には何も降ってこなかった。神様はそんなイスラエルを見て言われました。出エジプト記16章28から30、出エジプト記16章28から30、その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはそれあなた方がそれぞれ自分の場所に留まれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。アメン。여호와께서모세에게이르시되어느때까지너희가내계명과내율법을지키지아니하려느냐。볼지어다여호와가너희에게안식일을주므로제6일에는이틀양식을너희에게주는것이니너희는각기처소에있고제7일에는아무도그처소에서나오지말지니라。그러므로백성이제7일에안식한다。네今日私は知るべきことなんでしょう。우리가기억해야될것은무엇입니까。主は嘆いておられる。주님께서는탄식하고계시다는것입니다。何を嘆いていますか。무엇을탄식하고계십니까。私たちがいつまでも主の御言葉を教えに守ろうとしないから。우리가언제까지나주님의계명과율법을지키지아니하려하는。私たちがいつまでも主の御言葉を信じようとしないから。우리가언제까지나주님의말씀을믿으려고하지않습니다。御言葉よりもまだ自分の考えが先で、自分の基準で生きて、自分の価値観を御言葉よりももっと上に置いて生きている姿を見て神様は嘆いておられる。神様何のためにこの私たちに対して教え、この命令、御言葉を与えてくださっていると思いますか。神様はなぜ私たちにこの教えを与えてくださっているんですか。하나님께서는왜우리에게이가르침을허락하셨습니까。もう私たちに窮屈な人生を与えるためですか。우리에게정말힘든삶을주기위해서。もう私たちの人生を束縛するためですか。우리의인생을束縛하기위해서。違います。아닙니다。私たちが主の御言葉を聞いて、우리가주님의말씀을듣고、それに従うことによって、거기에순종함으로、あなたに平安が与えられる。당신에게평강을주기위해서、あなたに祝福が与えられる。당신에게축복을허락해주시고、あなたが幸いな人生を生きる。당신이복된삶을보내기위해서입니다。私たちの人生の祝福は何によって決定されるの。答え簡単です。主の教えに聞き従うなら祝福される。しかし聖書に書いてあることは、それを聞き従わなかったらあなたは呪われるって書いてある。これ聖書の言葉です。申命記の28章1節2節1節2節。신명기28장1절2절1절2절말씀입니다。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。アメン。내가내하나님여호와의말씀을삼가듣고내가오늘날내게명하는그모든명령을지키었나면내하나님여호와께서너를세계모든민족위에뛰어나게하실것이다。내가내하나님의말씀을순종하면여호와의말씀을순종하면이모든복이내게임하며내게미치리니。はい、신명기28장15절신명기28장15절15절。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。내가만약내여하나님여호와의말씀을순종하지아니하여내가오늘날내게명하는그모든명령과규례를지켜행하지아니하면이모든저주가내게임하고내게미치시니。아멘。またもう一つ。どうかしら。イザヤ。イザヤ55章。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 2節3節。2節3節。
イザヤ55章イザヤ55章2節3節2章3節です。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べ、そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。アメン。너희가어찌하여양식아닌것을위하여은을달아주며배부르게못할것을위하여수고하느냐나를청종하라그리하면너희가좋은것을먹을것이며너희마음이기름진것으로즐거움을얻으리라はい聖書は明確に約束しています성경은명확하게약속한것입니다これは私たちに与えられている揺るがない神様からの約束なんです이것이하나님께서우리에게허락하신흔들리지않는약속입니다主の語られる御言葉に聞き従う者は生きるというんです。주님의약속에이말씀에순종하고나아가는자는살아날것이다祝福されるという祝福받는다하십니다脂肪で元気づくようになる그리고기름진것으로채우리라하십니다脂肪で元気づくのは기름진것으로즐거움얻으리다라하나님께서持っている麗しい祝福全部あなたのものだと하나님께서가지신그아름다운모든복이다너의것이다라는神様くださる祝福であなたは元気づく満たされるようになるとあなたが払わせる祝福を나는힘을얻고기름진것으로즐거움얻을것이다私たちは守る価値があるんです。정말이말씀을지켜야될가치가있는것입니다私たちは聞き従うべき価値があるんです우리에게정말순종하고나아가는가치가있는것입니다今日教えてくださっていることは何ですか特別に오늘가르쳐주신것은무엇입니까安息日を守ることです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 安息日を覚えることです安息日を記憶하는것입니다安息日を大切にして安息日を重要視하게安息日を他の日と同じように生きるんじゃなくて安息日を다른날과동일하게사는것이아니라特別に区別された日として過ごさなきゃならないじゃないですか特별하게区別된날로지내야된다는것입니다主のくださった十字架の贖いに感謝して주님께서허락하신십자가의구속에감사하며無条件で許されたものであるこの恵みに心から感謝して無条件적으로사함받은이모든은혜에감사하며神の御国を得ることができたものであるということを喜んで하나님의그나라를상속받은자가되었음을기뻐하며心からの礼拝をその方にお捧げする日として用いる日だ。마음의이예배를주님께드리는날로우리가사는다。それが私たちの人生に命を与える。이것이바로우리의삶속에생명을주는。命を与える。생명을주는다。命を与える。생명을주는다。安息日には安息日特別な祝福があると聖書は特別な祝福が허락되었다라고성경은말합니다創世記2章3節창세기2장3절입니다創世記2章3節창세기2장3절입니다神は第7日目を何祝福しこの日を聖であるとされたそれはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからだ하나님이일곱째날을복주사거룩하게하셨으니이는하나님이그창조하시며만드시는모든일을마치시고이날에안식하셨습니다라하나님은第7날을어떻게하셨습니까하나님께서일곱째날을어떻게하셨습니까祝福された복을주셨습니다안속은이제오세니시다가뭐가안식일은そら私たちにとって祝福だけがあるという우리에게있어서정말복된날이라는것입니다안속은이제세워지시되안식일을구별하고안속은이제쉬다게오는데안식일을주님께만놓고주님감사시되이기ることできるなら주님께감사하고나간다면6일분2日分の食料を準備された神様6일째7일째까지허락그양식을준비하신하나님와다시다중진세님우리의인생에도반드시똑같이すべての必要はない모든필요를허락되すべての祝福を与え모든축복을주시아나타가足りないことがないように당신에게부족한것이아나타가不足することがないように당신이부족하지않아나타가足りないもう何もその何も足りないものがないように정말부족한것이없도록하나님様が하나님께서全部準備してくださって모든것이準備してくださっているということです벌써준비하고계시다는것입니다自分で努力して何か得たということじゃなくて자신이노력해서뭔가얻었다는것이아니라神様が私たちを癒してくださる하나님께서허락해주시는神が私たちを満たしてくださる하나님께서우리를채워주시는
神様は必要なその生きるための力全部を準備してください。神様は必要な모든힘을準備하시고そのような体験を安息の場を守る人は必ずします。安息를지키는자에게분명히허락되십니다。逆にそうしなければ、反対로그렇지않는다。安息の地成立しないなら、그안식에구별하지못한데、もう他の人と同じように生きてるなら、또다른사람들과동일하게그렇게살아간대。7日目にマナを得ようとして何も得られなかったイスラエルの民と同じ結果を見ます。7日目マナを구하러나갔던イスラエル백성들이아무것도얻지못했던그모습一生懸命何かを頑張って得ようとしたんだけど열심으로힘을내고뭔가얻으려고했지만しかし虚しさが残ってない하지만허무한밖에남지않습니다そんな結果となってしまう。그런결과입니다。安息日を性別して生きるとどういうことですか。区別하고거룩하게하고사스라는것을보시고それはすなわち私は神様あなただけを信頼して生きるものでありますという信仰告白。당신만을신뢰하고살아갑니다라는신앙고백입니다。主が私の人生のすべてであって주님께서내인생의모든것이며主が私の人生の支配者であって주님께서내인생의지배자です主が私の王であって주님께서내인생의왕되십니다。そう主がいなければ私は何もできません。주님이없이는나는아무것도할수없습니다。このことを信仰告白する姿として守るのがこの安息日である。이것을신앙고백으로지키고나아가는것이바로안식일을지키는모습입니다。私の人生の王が神様あなたであることを認めます。この信仰告白が具体的に表されるのが安息日を守る人々を通して表される。安息日を守る사람들을통해서드러나는것입니다。マタイ6章33節。マタイ6章33節입니다。これが結論の御言葉です。이것이결론의말씀입니다。じゃあ一緒に見ましょう。함께읽어보겠습니다。せーの。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。アメン。함께읽어보겠습니다。시작。너희는먼저그나라와그의의를구하라。그리하면이모든것을너에게더하시리라。アメン。私たちの教会はこのように神様の恵みによって新しい場所に移ることができました。しかしただ単に場所が変わったということじゃない。ラブジョイピースチャーチ愛する生徒たちの信仰がさらに新しくなることラブジョイピースチャーチ성도님한사람한사람믿음이더욱새로워졌다라고믿습니다。私たちの今まで行っていた信仰生活が이때까지우리가행했던모든믿음생활이さらに主の御心にかなう信仰と変化されることを願います。주님께서바라시는그마음이한번그믿음의모습으로변화되기원합니다。その始めとして그처음으로今日私たちに与えられるチャレンジが何であるのか。오늘우리에게허락해주시는그도전이무엇인가。安息日を性別안식일을거룩해라라는것입니다。安息日を性別してください。안식일을거룩하게하는것입니다。아멘。아멘。安息日を性別안식일을거룩하게하는것입니다。安息日を大切にしてください。안식일을중요시해주세요。安息日を心にしとしっかりとってください。안식일을마음속에확실하게새기시기바랍니다。ここから여기서부터私たちの信仰우리의믿음은시작될것입니다。礼拝から예배부터私たちの人生の変化우리인생의변화는일어날것입니다。礼拝から예배부터私たちの人生の祝福우리인생의축복이시작될것입니다。私たちの教会は우리교회가礼拝する教会です。예수교회는예배하는교회입니다。皆様の礼拝が여러분들의예배가回復されることで회복되기를바랍니다。そのために그것을위해서まずは먼저私たちの中で우리の속에있는안식일이안속日がしっかり回復されることで확실하게회복되기원합니다。今日そのことを오늘그것을결심을함께결심하며나아가는시간을원합니다。